ヤンキース東153丁目駅はニューヨーク州ニューヨーク市ブロンクス区にあるメトロノース鉄道のハドソン線の駅。グランドセントラル駅までの列車が発着する。ヤンキースタジアムの最寄り駅である。当駅の北側にはハイブリッジ車両基地がある。ヤンキースタジアムの最寄り駅であるために MLB の試合や各種イベント開催時には特別ダイヤが組まれる場合がある。 平時ダイヤでは、急行列車はこの駅を通過するが、試合前、試合中、試合後には全列車が臨時停車する。この時間帯にも当駅からグランドセントラルまでシャトルが10分から20分おきに臨時運転される。開始時間、曜日にもよるが、ハーレム線、ニューヘイブン線から臨時直通列車が運転される場合がある。なお試合後には、シャトルと、 平時ダイヤのハドソン線の列車が運行されるが、試合の約40分後に、ハドソン線に臨時列車とハーレム線、ニューヘイブン線に臨時直通列車が運転される。これを逃した場合、ハドソン線では次の定時列車を待つ。ハーレム線、ニューヘイブン線ではシャトルに乗り、ハーレム125丁目駅、グランドセントラル駅で次の定時列車を待つという方法がある。 二面四線の駅だが、一線は車庫に繋がっているため、普段は二面三線のみ使用。イベント開催時と改装用運送しか、この一線は使用されない。ありがとうございます。